どうも、ロールクのみチャンネルと申します。本日はこちらの投手を使った検証動画を撮っていきたいと思います。こちらです。千葉ロッテ、増田直也投手です。ありがとうございます。よいしょ。ということで、今回は、ツーシームと高速シンカー2種を使い分けたら、結構強いんじゃねっていう検証動画兼使ってみた動画でございます。よいしょ。ということで、早速、ノール見ていきましょうか。球種は、ストレート、ツーシーム、カット、スラーブ、シンカーということで、まず、カットボールとスラーブの線上の出し入れ、ツーシームと高速シンカーが曲がる方向が同じで、でなおかつ、抜けシンカーもあるんで、強いんじゃないかなと思います。球種としてはめっちゃ強いわけじゃないんですけど、使い方次第、配球次第でリエタイで待ってくれるんじゃないでしょうか。次、特納っすね。切れたいピン球持ちで、今回の増田投手はシリーズ1の方で、で、シリーズ2はタイピンが消失してしまってるということで、リエタイ的には弱体化になってしまいました。で、今回の方タイピン残ってるんで、タイピン発動時は、カットボール、スラーブ、あるいは高速シンカー、ツーシームの出し入れが結構うざいんじゃないかなと思います。ということで、ランク戦で使っていこうかなと思うんですけど、その前に称号をつけていこうかなと思います。増田選手、まあ、9EA か、請求が上がれば OK です。まあ、行きましょうか。節約して4冊でいきます。9EA か、請求アップ、頼む。いいよ。起きた。結構、甲高い音だ。おい、超特急どっちだったっけ。あー、球威が上がって、スタミナが上がった感じか。まあ、オッケーオッケー、これでいいでしょう。これでいきますわ。うん、素晴らしい。早速、落選使っていきましょうか。コナミチャンネル。さあ、マッチングしました。ガチガチのガチさんお願いします。さあ、やっていきますか。マッチングしましたよ。相手もね、先発、石川さんということで、使っていこうかなと思うんですけど、1回にピンチ背負うことなかったら、1回の表から使っていこうかなと思うんですけど、背負ったらもうそのまますぐ買いたいと思います。まあメルセデスやからね、なかなか打たれることないと思うんですけど、お相手3割8分ぐらいの結構いい感じの方が来たんで、検証しがいがある打率やと思います。この打率単に刺さらんかったら結構厳しいですね、正直。 OK、 抑えてしまった。ネルウォーが強すぎる件について援護点を与えるためにちょっと頑張って打っていきたいと思います。石川ね、苦手なんですよ。また石川を使ってみた動画も上げたいですね。僕のバッティングカットできますか。抜けるかな。危ねえ。ああ、そうだ。石川強。さあ、ということで変えていきますか。援護点与えられませんでした。行きましょう。マスダ、行きます、マスダ。いいっすね、キレ。悪くないんじゃない。めっちゃ削ったな。言うてもね、シリーズ1言うても3800、4300ですから。まずここにツーシーム入れると。甘くね。そうそうそう。で、こっから、この辺ぐらいから、シンカーを入れると、めっちゃツーシームっぽいんですよ。ほれ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 、みーほれみー。これがエンスは。これがエンスは。これがエンスは。ということで、広角出てるけど、ちょっと一回ここの出し入れもやってみたい。結構カットボール曲がるね。オレンジがカットボール。だいぶ曲がるな。で、スラーブ、インコースと。あ、見るよね。まあ、やっぱツーシームと基本、この高速陣から投げ分けになるかな。おわ、ないぞ。今度ちょっと外行ってみる。広角あるけど。抜けてもいいし、抜けなくてもいい。うお。うえ、ナイス。あれはちょっと菊池さんの守備範囲が規格外すぎたけど、それでも強い。普通に強かった、今のは。素晴らしい。オッケーオッケーオッケー。高めのストレートとかも使っていきましょうよ。ボール球でいいよ、ボール球で。オッケー。さあ、ボール球ツーシーム。振るんちゃうこれ。お、いるね。じゃあ、ボール球進化。はい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 。いいね。気持ちいい空振り取れたわ、今。インコースのカットボール。あー、危ない危ない。ボール球ヒットは大罪よ。ちょっと高めのボール球進化いってみるわ。抜け進化どうすか。はい。あいやいや、素晴らしい。素晴らしい。理想通りよ。完全ツーシーム待ってる反応やったね、あれ。いや、素晴らしい。まさに思い描いてた三振取れました。いやー、いいね。3割8分。達人隊の3割8分やったら結構刺さるっぽいっすね、あの感じだと。いやー、ボルトもヒットすいません。オッケー、開いた。いやー、ナイスー。どっちナイスー。ありがとうございました。素晴らしい。次の試合行きましょう。いや、切断された。なんで。コナミチャンネル。しゃあ、マッチングしました。またまた石川ですね。さあ、4割6分7厘の方が来ました。さあ、お相手、名人の4割6分台の方が来てくださいましたということで、最後を飾るにはめちゃくちゃいい相手なんじゃないでしょうか。今回ね、ピンチ背負ったらすぐ買いたいなと思うんですけど、できるだけ早めの登板で行きたいと思います。あかんな。さあ、行きますか。ということで、先発、藤波さんなんですけど、一人抑えて変えますか。ラストなんでね、体力が切れたらもう速攻変えましょう。さすがに体力切れて速攻することって、まあないと思うんでね。ということで、行きましょう。まあ、ピンチ背負うことないかな。どうやろ。ストライク。はい、まあまあまあ、いいでしょう。さあ、変えますか。行きます。さあ、増田直也班、登板。わー、得の出へんか。さあ、ということで、こっちもシンカーで対抗っすね。これは甘い。危な。こっちもシンカーで対応したろうやないかい。戦おうやないかい。
よ。いいね、タイピン出るんじゃん。タイピン出、タイピン出、マジか。タイピン出ません。マジか、タイピン出へんか。オーケー、遅いだ。よし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 。盗塁がね、引くか引かんかっていうとこあるんですけど。じゃあツーシーム、このボール球に広角出てるからな。ボール球ヒットされそうやけど、でチャウ球種も混ぜていきましょう。さあカットボール、あ、見るね。どうしようかな。まあちょっとこれボール気味にいきましょう。おー、入った。いいね、入るんやそれ。これツーシームバレてるかな。オッケーオッケーオッケー。もうこの1失点はしゃあない、これはもうしゃあない。ちょっと高めの外、どうすか。結構でも曲がるな。これちょっと甘いかな。甘い、あー、甘い、やめえ。やばい、入ったことか。いやー、取った、ナイス。おいいね。いやでもいいんじゃない。コナミカンが頑張って英語で飛びます。はい。うわ、マジか、やばいやばい。増田班、これちょっとやばいぞ。ピンチや、抑えてくれ増田、頼む。勝ってる増田に。オッケー、広角なしか。ちょっと外も使います。シンカー次いきますか。じゃあ抜けか抜けないか、どっちや。いやー、それちょっとブレすぎやな。やばいか、これ打たれる。うわー、怖い、うわー怖い。高め、いやー怖い、これやばい。オーケー、な、押せた押せた。よし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 。さあノムさん、ノムさんなー、怖いよー。あ、体力ないやん。ノムさん抑えたら変えよう。ノムさん抑えたら変えよう、これ。やばいやばい、体力ない。本来体力な切れた状態で投げないと思うんで、変えましょう。あっちで体力なくなるやつやん。やばい。いやー、落ちるか。しゃあない、これ変えようか。しゃあないわ、変えます。いや、でも結構良かったで。俺もちょっと石川返ししようか。石川に石川を放り込むっていう。オーケー。よーし、ナイス。さあ石川対決、どっちに軍配上がるか勝負や。増田がどうのこうのじゃなくなってきてしまってるけど、スクエッ、オッケー、ボール球申し訳ない。うわー、やってもうた、これやばい。ストライク、あー、体力なくなりました。変えます。はい、藤井公園で終わらせます。ありがとうございます。場所か、うまい、うわー、危ない、ありがとうございます。いいよ、広角出てるけど外、うわー怖い。いやー、頼む、怖い、打たれそう。いやありがとうございました。いやー、こういうもんよ。もう相手明らかフォースラ持ってたもんな。しゃあないわ。はい、ということで本日増田直也選手を使っていったんですけれども、結構初戦とかの試合で見てもらったら分かったと思うんですけど、ツーシーム張ってるがゆえに高速シンカーがめっちゃ空振りしてくれるイメージはめちゃくちゃありましたね。モサ勢には刺さらんかなっていう風にはやっぱり思います。やっぱ落ちる球がないんできついですね。リリー、さっきの4割6分の人抑えられましたけど、12球団でやってる人をロッテ枠で入れるんやったら、まあギリありかなっていう感じですかね。まあ、超大ピンチ TS の松永さん持ってるやったらそれが一番ベストやと思うんですけど、それがもし持っていなければぜひ使ってみてください。 APIN もあるんでね。ロッテ増田のツーシーム進化面白いと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。コナミカンでした。バイバイ。おつこなです。駆けつけてきます。